香りのキャリーアップ、チェリー式にガイド、それだけでもハッピースマイルナイフ。皆さんこんばんは、石原香里です。この番組は私石原香里がラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。はい、ということで、先日2日前かな、無事にライブベガスターキャストベガ終わりました。本当に、皆さん来てくださった皆さん、そして応援してくださった皆さん、ありがとうございます。いかがでしたかね、楽しんでもらえましたかね。なんかね、まあいろいろ話せるのはまたまた、まだねライブも続いていくのでちょっと先になってしまうんですが、ぜひねベガの感想とかありましたらラジオの方に送ってみてください。そしてこの番組のオープニングがチェリッシュに変わりました。ライブスターキャストと比べると愉快な感じになっててね、まあ確かに当初のあの私のラジオの雰囲気とはこっちの方が近いんじゃないかなっていうふうに思いますので、しばらくこちらの曲でねお届けしていこうと思います。そして先週の放送でお届けした時に住所、メールの住所を書いてくださる方が、書いてくださってた方が誰一人ともいなくて、プレゼント、ステッカーを渡せなかったっていう事件があったんですけど、皆さんご存知ですか？で、それで思ったんです、スタッフ陣と私は。もしかして、ステッカーの存在知らないんじゃないみたいな。絵柄も、そう、ステッカーってどんなもんなのみたいな。なってる方がいると思いますね。超久々にステッカーを見せますこうで、ね、はい、こういったステッカーをお届けしております。可愛いだろう、可愛いでしょぜひね、皆さんせっかくメールね、きっといろいろ考えて送ってくださってると思うので、ぜひもらってほしい、こちらを。なので皆さん、くれぐれも住所と本名書いてください。とにかくお願いです、番組からのお願いです。ぜひぜひね。さて今日はね、誰がこれを受け取るのか非常に楽しみになりますがね、早速始めていきますかね。ちょっと今日の企画、めちゃめちゃ楽しみにしていた企画なんですよ。一回ちょっと私が体調不良で流れちゃった企画がここでいざやってきますので、今日も楽しくやっていきましょう。エンディングまでキャリーアップ。石原香里のキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。石原香里のキャリーアップ。改めましてこんばんは、石原香里です。まずは皆さんから届いたメールを読みます。こちらはラジオネームババッツーさんからです。ありがとうございます。かおちゃんこんばんは。こんばんは。先日猫カフェの小豚版とも言うべきマイクロピックカフェに行ってきました。おそらくムーちゃんより少し大きいくらいの小豚ちゃんがいっぱいいて、部屋であぐらをかいて待っていると寄ってきて足のところで眠るんです。ブーブーと泣きながら歩き回り、強い豚ちゃんが弱い豚ちゃんを追い出して自分の足を横取り、ピキューって泣いて逃げるも、また寝たいよって寄ってきて喧嘩みたいなのを永遠繰り返していました。毛は硬くて撫でづらかったけど可愛かったです。ただ着ていったキャリーアップパーカーをよだれまみれにされました。かおちゃんは実在していてもいなくても、どんな〇〇カフェに行きたいですかとのことです。ありがとうございます。いいな、小豚ちゃんに会ったんだ。私犬、そのムーちゃんを飼う前は、そのもちろん犬も当然飼いたかったんですけど、小豚もすごい好きだったんですよ。マイクロピックがすごい好きで、 YouTube の動画でめちゃめちゃ見てたぐらい好きなんですよ。だからね、小豚ちゃんはいつか触りたいとずっと思っていたので、行けるならこの小豚ちゃんカフェ行ってみたいんですよ。でしかもそのライブチームのスタッフさんもこのカフェが大好きで、なんか頻繁に行ってるらしいの、週何回みたいな感じで、そこで最高だっていつも言ってたから、本当に可愛いんだと思う。なんか豚ちゃんはこう綺麗好きという噂もあるし、こうなんか歩いてる動画とか見るとパクパ
ックみたいな鼻鳴らして歩いてるところが個人的にはすごい可愛いなって思っているので、その歩いてる姿も見たいし、あとここのさ鼻がさツルツルじゃない、なんかなんだろう、なんかここら辺の体の感じとはちょっと違うんだよね。ピカピカしてて鼻水なのかな、ちょっとわかんない、湿ってんのかなちょっとわかんないんだけど、それがねちょっと触ってみたくて、いつかねちょっと触ってみたいんですよね。まあ家にむーちゃんが来てしまってからはもう犬ナンバーワンになってしまってはいるんですけど、2番目に好きなのは小豚ですね。なので小豚ちゃんカフェはすごい行きたい。あと何カフェ実在していてもしていなくてもってことだけども、何があるんだろう、ちょっといっぱいありすぎて最近はわかんないけど、ハリネズミちゃんは触ったことある。でもちょっとなんかドキドキしたの、刺されちゃうんじゃないかと思って。ペンギンもあんの、すごい。ペンギンって触れるんだ。でも確かにあのツルツル頭どんな感じなんか触ってみたい。なんか普通のさ羽毛とはちょっとやっぱ違いそうじゃん、なんか水の中潜るから見た感じもちょっと違うから、それをね触ってみたいですね。モモンガとか触ってみたいかも。うん、でもうんちされちゃうのかな、ハムスターみたいにピュッ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 なんかされちゃいそうな気もするからあれだけど、まあでもモモンガもクキッて飛ぶところ映像でしか見たことがないので、近くでちょっと見てみるのがいいですね。やりたいかな。そんな感じですかね。動物は本当に可愛いので、うん、大好きだなっていうふうに思います。ではでは、じゃあ続きまして、ラジオネーム春巻さんです。ありがとうございます。ケリさん、こんばんは。こんばんは。寝る前にスマホを触らないってどう考えても無理ですよね。良質な睡眠への道は厳しいです。ケリさんはどれくらいの時間スマホを触るの我慢できますか？とのことです。確かに寝る前ねスマホを触らない方が本当はいいんですよね。なんかブルーライトだったっけな、なんかそこら辺のね関係でね。でも私目覚ましセットする段階で絶対触んなきゃいけないからもう無理だなって私もちょっと諦めてはいるんですけれども、どうだろう、我慢ね、しようと思えばいくらでもできると思います。なんせあの通知とか全部切ってるタイプなので、音も鳴らないし、あの揺れたりもしないし、あのピンって出てくる更新されましたみたいなやつも一個も出ないように設定、あ Gmail だけは仕事の関係でちょっと生きてますけど、それ以外は全然ないので、まあ触らなくても大丈夫かなって思いますね。ただ何もしてない時はまあすぐね触ろうとしちゃうかな。確かにiPad も一緒だもんね。iPad、携帯触らないで iPad 触るじゃん。またブブブーでしょ？ブブーだもんね。じゃあそう考えるとあんまできないかもしれない。あ、本読んでれば、まあ触らなくても済むかな。だから時間数にするのは結構無理かも。仕事中は全く全然もう15時間ぐらいとか触らないとかは全然ありますからね。もうこもりっきりになっちゃったりとかも。なので、依存症かもしんないです。まあでもスマホはもういろんなことができすぎるので、もうちょっとない生活はちょっと考えられなくはなっちゃいましたね。無理だなと思って、ちょっと心が黄昏れてしまいましたね。いや、デジタルデトックス？あ、確かに、でも大事かもしんない。すぐさやっぱ何でも分かんないな調べようとかなってやっちゃうしさ、なんか無駄に時間ある時とか、あなんか見ちゃおうみたいな見ちゃうしね。よくないよ、頭を休める時間も必要だと思うわ。頑張ろうみんな。ちょっと私はちょっと厳しい気もするけど、はい、ということで、じゃあいいですか、もう一枚いきますか。じゃもう一枚いきます。キャリキャリネームカプレージさんからです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。この前友達の手伝いで唐揚げを大量に作りました。普段から全くと言っていいほど料理をしないので不安でしたが、食べた人から見た目も味も良かったよ、普段料理しない人の出来とは思わなかったよなんて言ってもらいました。こうしてこうやって人に褒められるとまた作りたいと思いますよね。かおりちゃんは最近何か料理はしましたかって。あーなるほど、いいですね。唐揚げね、美味しい、私も好き。でも唐揚げなんか割となんか作るのめんどくさいイメージですよね。なんかカレーって唐揚げってなんか、そうそう、あ結局そこだよね、揚げる時のあの終わった後がめんどくさいなってやっぱ思っちゃうよね。私はねなんかちょこちょこ作ってて、何作ったかな、
1月中は本当にまた久しぶりにスパイスカレーをめちゃくちゃ作ってて、なんかもういろんな、まあ、キーマカレーも作ったし、なんかあのココナッツ系のやつも作ったし、本当にいろんな種類をひたすら作って楽しんでいたんですよ。このホールスパイス何入れようかなみたいな実験みたいに楽しくて、そういうのもやってたし、あと最近はあのやっぱね、ちょっとダイエットをしなきゃいけないっていう、ダイエットっていうか、そんな食事をさ、なんかあんまり自分の好きなものばっかり食べないようにしてるんですよ、ライブ中っていうこともあって。なのでアヒポキ丼とか、あのハワイでよく出てくる、そうそう、マグロとアボカドとかをこう味付けして食べるやつとか、そういうのとかも作ったし、お味噌汁とかも本当にあの、まちょこちょこやるようにしたんです。なのでちょかちょかちょっとずつできるようになってきてはいて、だから次はね、あのお菓子を作ってみようって思ってるんですよ。それもあのなんかプロテインとか入れた健康にいい、健康にいいっていうか、そのなんか筋力を上げるためのお菓子、完食しても罪悪感ないみたいなお菓子を作ろうって思って挑んでるんですけども、まあなかなかお菓子作りは余熱とかしなきゃいけないからそこら辺がね、ちょっとね、まだちょっと重い腰が上がらずできないので、今年の目標って感じですね。でも唐揚げ一回作ったけど、私はちょっとめんどくさいと思ったら、多分もうしばらく作らないなって思いましたなのですごいと思います、本当にこの方はって感じですかねはい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。この番組では皆さんからの普通歌をお待ちしております。私に聞いてみたいこと、話したいこと、何でも送ってください。ではでは、ここで一曲聴いてください。石原かおりでチェリッシュ。チェリッシュ、君がいるそれだけでもハッピースマイルナイフ。こちらキャリする。キャリーする、すなわち成し遂げること。私がさまざまなあれこれをアットランダムにキャリするしていきます。今夜はなんと4年ぶりにこれに挑戦します。ホワイトデーだけどキャリキャリキキチョコレートうわー、皆さんご存知でしょうか。番組がスタートした2018年第7回の放送で、私自身がキキチョコ企画を持ち込んだことを、あ、これ自分で持ち込んだんだっけ、やば忘れてるわ。そっか、そうなんですよ、持ち込んだんですこちらをね、先にルールを説明しますと、最初に私が目を伏せた状態で1つのチョコを食べます。次に用意された A から E の5つのチョコを順番に食べていきます。すべてを食べ終わった後、最初に食べたのが A から E のどのチョコレートだったのか、私が当てられたらキキチョコレート成功です。なるほど、シンプルかつ楽しいやつ、わーいいですね。このルールでですね、4年前はなんと大成功を収めました
さすがやっぱりそうですね、めっちゃ楽しいです。やっぱりねこれでね証明されたんですよ、私のキキチョコレート、あ、違う、キキマカデミアナッツチョコ。そうなんですよ、結構私これ自信やっぱありまして、いろんなところでチョコレート以外もやってきて結構な確率で当ててきてるので、今回もねいけると思いますよね本当に。いやでもね実はその冒頭でも言ったんですけど、実はこれバレンタインのね、先月のバレンタイン当日にやろうとしてたんですが、私がですねあの来れなくなってしまって再放送になって流れちゃった企画だったんですよ。で私は台本ももらっていてめちゃめちゃ楽しみにしててこの企画をやば今週すごい超楽しい企画あるじゃんと思ってやってたんで、亡くなった時めっちゃ悲しかったんですけど、ここに来てねリベンジで復活して本当に嬉しい。なんかもう超嬉しい。ホワイトデーとかあんまり今まで興味なかったんですけど、今年に関しては本当ありがとうって思いました。なのでねちょっとねかなり意気込んで頑張っていきたいと思います。ホワイトデーだけどキャリキャリキキチョコレートスタート。じゃあ別に、はい、チョコレートをあんしますね。はい、はい、どうぞ。うん、あ、や、柔らかい。うん、うん。もう目開けて大丈夫。うん、うん。覚えてぜひ。うん、うん。結構柔らかい。で、うん。ちょっと粉っぽい感じがして。あ、そこをチェックするんだね。うん。日本っぽくない感じがするな。洒落てるチョコレートだ。うん、なるほどなるほど。いや美味しゅうございました。大変、うん、口どけがいい。うん、では準備できました。来ましたね。ちょっとパッと見ね完全にサイズ感合わせてきてますね。これは難しいかもしれない。でももうワクワクが止まんなくて楽しみすぎます。ではじゃあ早速まずはね A のものから、もう忘れるうちにさっきのやつ忘れるうちに食べなきゃ忘れないうちにではじゃあ早速 A をいただこうと思います。うんうん、おほー、うーん、おいしいね。うーん、おいしい。ははは、なるほど。うん、食感ね。こう、あ、なんか懐かしい気持ちになってきた。こんな感じだったよね。もう真剣ですから、はい、存在しないと思うけどチョコソムリエの気持ちで今回挑ませていただいてるんで。なるほど、はい、食べ終わりました、はい、ではじゃあ B をいただきます。はい、2層になってんだ。あ、でも、あ、結構ビターな感じかもこれは。ちょっと酸味もあってね。で、なんか 2層、3層になってるの。間で硬いの挟まれて真ん中が、はあ、美味しい。で、次は C に行きたいと思います。あー柔らかそう。あれ食感は近いと思ったけどこんな味だったっけな。やばい、やばい。違う気がする。さっきのとわざと溶かされてたのかな。分かんなくなっちゃった。ただただ美味しいんだけどね。いただきます。じゃあ次は D。 これなんか岩っぽい。岩あ、カリカリ系だった。あ、美味しいね。これはもう別、でも別物だわこれはもう絶対。カリカリ食感に。あ、いい、これは美味しいな、これ。あ、顔にすごい飛んだ。大丈夫？あっち。大丈夫だ。じゃあ最後に E。 いただきます。
うん鼻の通りをよくしようと思って、うん、やばい、わかんなくなっちゃった。うん、じゃあちょっと絞っていくわ。ね、これは微妙だったけど、これとこれとこれに近いと思う。うん、まだ3個もあんのかいって感じだけどちょっと、もう一回、正解わかんないんだけど、ただ食べたい人みたいな。もう忘れちゃえた。これが怪しいんだけど、柔らかさは絶対これなんだけど、でも味が違う気がするんだよな。最後に、味が一番近いな。これいいなの。これだ。もうなんかもうやばい。もうどっちか A はなんかね違うような気がするの。なんかやっぱあの見本のやつがわざと溶かされてたらいいなんだよ。もうちょっと時間かかりましたからね。あ、そっ、いやいや、ってことは、じゃあちょっと、じゃあもう一か八かで私決めました。はい、では私が食べたチョコレートはE のチョコです。リベンジしなきゃよかったんだけど。マジ？ちょっと番組スタッフのこと。やべ、ま、え、もしかしてじゃあ、もしかしてこれは素直に、うわ、うわ、正解は C の柔らかいチョコ。くそ。いかがった？C はデルコンテミルクチョコ。あ、え、ハーシーってキスチョコ？あ、これはね、キスチョコだと思ったの、私。うん、すごい。すごい。いや、思ったのよ、このキスチョコ。A はキス、ハーシーのキスチョコレート。2番がゴディバ。あ、ゴディバね。そしてこれが正解のデルコンテミルクチョコ。ほう。そして、さっき私がこれ絶対岩チョコだってやつさ、サクサクのビーガンチョコね。で、最後の E は、トーニーズのチョコロンリーミルクチョコレート。あ、似てんじゃない？ここの2つってね、もしかしたらね。すごい。え、これやる？あ、溶けちゃっただけ？あのね、あ、ちょっとすると中のガラスがね、溶けちゃう。なるほど、食べるとふわってなるやつだ、美味しいやつ。そんなバカな、こんな南無語じゃん、超大汗かいちゃってるか私も。一生懸命当ててますね、悔しいです。ということで4年ぶりのキキチョコは、不正解に終わってしまいましたが、ちょっと来年に再び挑んで次こそ正解を勝ち取りたいなと、もうお名返上、したいなっていう風に思います。ということで、いやー、チョコレートって本当に美味しいですよね。皆さんもチョコをつまみながら素敵なホワイトデーをお過ごしください。このコーナーでは皆さんから私にリサーチしてほしいチョコ、あ、チョコじゃないよ、チョコじゃない、調査依頼を募集しています。真実探してキャリースルー。以上、キャリースルーでした。石原香里のキャリーアップ。続いてはキャ
リーフォメーション、今週の情報はこちら。私のニューシングルチェリッシュが4月27日に発売します。こちらは私も出演させていただく4月から放送スタートのテレビアニメ、社畜さんは幼女幽霊に癒されたいのオープニング主題歌です。ジャケット写真、各法人別のオリジナル特典絵柄も公開していますので、ぜひチェックしてみてください。そして3月27日日曜日、神奈川県民ホールで石原かおりライブ2022スターキャストアルタイルを開催します。はい、こちらはですねアコースティック編成でのライブパートもありますので、ぜひアルタイルの方も皆さん遊びに来てください。詳しくはライブ特設ページをご覧ください。また石原かおりフォトブックターミナルが発売中です。声優グランプリで約4年間連載したキャリベルの振り返りと取り下ろしも盛りだくさん、発売を記念したオンラインリリースイベントもありますよ。詳しくは声優グランプリの公式ウェブサイトをチェックしてみてください。最後にファンクラブ情報です。石原かおりファンクラブハンドインハンドでは楽しいコンテンツが随時更新されています。皆さんのご入会をお待ちしております。詳しくは石原かおりオフィシャルサイトのファンクラブへどうぞ。以上、キャリーフォメーションでした。夏が終わって恋を迎える、あお送りしてきました石原かおりのキャリーアップ、エンディングのお時間です。さあ、今日はね4年ぶりのキキチョコレート、なんて奇跡だ。ダメでした美味しかった。そう、ギリギリとかでねミスってしまったっていうねところがね、ちょっと逆に悔しいって感じなんですけれども、でもね、なんかもう外れてもなんかね、なんだろう、悔しさもあるけど、それよりもなんか美味しいチョコレート食べて、あ違ったみたいな感じもね、めちゃめちゃ楽しかったんで、もうね次の開催をめっちゃ心待ちしてる、もうめっちゃ楽しみにしてるんで、次こそはねちょっと頑張ってやってみたいなっていう風に思います。皆さんもよかったらね、興味あったらぜひ真似して、でも自分で選んでたら意味ないか、それ誰かお友達とやれる機会とかがありましたらやってみるのもいいかななんていう風に思います。さて今日のステッカープレゼントはこちらの方です。キャリキャリネームカプレーゼさんです。おめでとうございます。この間お友達と唐揚げを大量に作りましたっていうメールくださった方ですね。でもなんかいいですね、唐揚げ。本当に多分料理のセンスきっとあるんでしょうから、これからもいっぱい唐揚げ、他のものもぜひ作ってみてください。ということで楽しい気持ちにさせていただいたのでステッカーをプレゼントします。届くの楽しみにしててください。この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおたけりするあてまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原かおりオフィシャルサイトのラジオをチェックしてください。メールアドレスはkerry@joqr.net です。ノベルティのステッカーをご希望される方は送り先の住所とお名前を忘れずに書いてくださいね。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは、石原かおりのキャリーアップ、ここまでのお相手は石原かおりでした。また来週もレッツキャリーアップ、バイバイ。石原かおりのキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。